細川柄社、明智玉、永禄六年慶長五年七月十七日は、戦国時代から安土桃山時代にかけての女性。明智光秀の三女で、細川忠興の性質。意味名は、玉、または玉子。方名は、修林院、キリスト教徒。子に、お蝶、忠隆、おきやき、忠都市、たらなどがいる。明治期に、キリスト教徒などが彼女の洗礼名をとって、 細川シャと呼ぶようになり、現在でも、このように呼ばれる場合が多い。細川シャ生誕の知恵六六年、明智光秀と、妻、広子の間に三女として生まれる。しかし、自助説もあり、越前国で生まれる。天正六年八月、父の子君、織田信長の発案により、細川藤高の着男、忠沖に嫁いだ。信長ので、家臣の婚姻を統制しており、 ここに主君の命令による婚姻、主名婚が生まれたと考えられる。なお、信長が8月11日に明智光秀に出した反物があり、光秀の軍港を月期産、有才の文部兼備を称え、忠興の部門の統領としての器を褒めた内容で、それらの実績を信長が評価した上で進めた政略結婚であったことが知られるが、ただ懸念されるのは、 この藩物の文体が設立であり、戦国期の書式と著しく異なっていることである。このことから偽作の可能性が高い古文書とされている。天正六年八月、昇龍寺城に腰入れした。天正七年には、長女が、同八年には、長男が二人の間に生まれた。昇龍寺城で二年を過ごした後、天正八年八月、夫忠沖が、単語十二万国を与えられたことから、 丹後八幡山城、ついで宮津城に移る。しかし、天正十年六月、父の光秀が織田信長を本のうで撃って自らも、山崎の戦い後に滅んだため、玉は、無本人の娘となる。忠興は、天正十二年まで、彼女を丹後国の三小屋に遊兵する。この間の彼女を支えたのは、結婚するときにつけられた、小児獣や、 細川家の親戚筋にあたる清原家の清原、マリアラの次女たちだった。当時、離婚となると、妻は里方に返されるのが普通である。それをしなかったのは、明智家がすぐに滅んだという事情もあるが、明智家の茶屋があったアジハニノに送られたことから考えて、離婚はしなければならなかったが、忠興には玉への愛情が立ち切れなかったからでは、ないかと指摘されている。その証拠として、 幽閉時代に男子二人を含む何人もの子供を出産しており、玉を明智家の茶屋のある地に住まわせることで、形式上は送り返したことになるからである。これに対して玉は丹波国府内軍三小屋に滞在しており、丹後国のアジハーニの幽閉説は、史実としてはほとんど成立する余地がないとする反論がある。天正十二年三月、信長の死後に派遣を握った。 橋場秀吉の取りなしもあって、忠だは玉を細川家の大阪屋敷に戻し、監視した。この年に沖きが生まれている。それまでは出家した州と藤高と共に全州を信仰していた玉だったが、忠だが高山右近から聞いたカトリックの話をすると、その教えに心を惹かれていった。しかし改修に至る内面的な動機については、はっきりとしたことはわからない。 天正14年、忠だが生まれたが、病弱のため、玉は日頃から心配していた。天正15年2月11日、夫の忠だが九州へ出陣すると、彼女は悲願の時期であることを利用し、自助数人に囲まれて身を隠しつつ教会に行った。教会ではその時復活祭の説教を行っているところであり、玉は日本人のコスメ修道士に色々な質問をした。 コスメ修道士は後に、これほど明晰かつ果敢な判断ができる日本の女性と話したことはなかったと述べている。玉はその場で洗礼を受けることを望んだが、教会側は彼女が誰なのかわからず、彼女の身なりなどから高い身分であることが察せられたので、洗礼は見合わされた。細川邸の人間たちは、次女の帰りが遅いことから玉が外出したことに気づき、教会まで迎えにやってきて、 籠で玉を連れ帰った。教会は一人の若者に、これを尾行させ、彼女が細川家の奥方であることを知った。再び外出できる見込みは、全くなかったので、玉は洗礼を受けないまま、次女を通じた教会とのやり取りや、教会から送られた書物を読むことによって、信仰に励んでいた。この期間に、マリアをはじめとした次女たちを教会に行かせて、洗礼を受けさせている。 しかし九州にいる秀吉がバテレン追放令を出したことを知ると、玉は宣教師たちが九州に行く前に大阪に滞在していたイエズス会イシ、グレゴリオデセスペデス神父の計らいで、自邸でマリアから密かに宣令を受け、ガラシャという宣令名を受けた。バテレン追放令が発布されていたこともあり、九州から帰国した忠だは受詮を起こり帰京させようとしたが、玉は ガンとして聞かず、ついに忠興も黙認することになった。創前時のガラシャの墓九州から帰還した忠興は、五人の側室を持つと言い出すなど、ガラシャに対して辛く接するようになる。ガラシャは、夫と別れたいと宣教師に告白した。キリスト教では離婚は認められないこともあり、宣教師は、誘惑に負けてはならない。困難に立ち向かってこそ、徳は磨かれると時き、 思いとどまるよう説得した。慶長5年7月16日、忠沖は徳川家康に従い、上杉政罰に出陣する。忠沖は屋敷を離れる際は、もし自分の不在の折、妻の名誉に危険が生じたならば、日本の習慣に従って、まず妻を殺し、全員切腹して、我が妻と共に死ぬようにと屋敷を守る家臣たちに命じるのが常で、この時も、 同じように命じていた。この隙に、西軍の石田三成は、大阪玉作りの細川屋敷にいたガラシャを人質に取ろうとしたが、ガラシャはそれを拒絶した。その翌日、三成が実力行使に出て兵に屋敷を囲ませた。家臣たちがガラシャにすべてを伝えると、ガラシャは、少し祈った後、屋敷うちの次女、夫人を全員集め、我が夫が命じている通り自分だけが死にたいと言い、 彼女たちを外へ出した。その後、自殺は、キリスト教で禁じられているため、過労の小笠原修正がガラシャを解釈し、ガラシャの遺体が残らぬように屋敷に爆薬を仕掛け火をつけて自刃した。細川焼の編著者は、彼女が読んだ辞世として、散りぬべき時知りてこそ、世の中の花も花なれ人も人なれと記している。ガラシャの死の数時間後、 神父グネッキソルディオルガンティノは細川屋敷の焼け跡を訪れてガラシャの骨を拾い、堺のキリシタンボ地に葬った。忠だはガラシャの死を悲しみ、慶長6年にオルガンティノにガラシャの教会葬を依頼して葬儀にも参列し、後に遺骨を大阪の総善寺へ改装した。他にも京都大徳寺達中、江東院や日ご熊本の大正寺等。 何カ所かガラシャの没所とされるものがある。法送り名は修理人伝家や総玉大師。なお、細川屋敷から逃れた婦人の中には、ガラシャの子、忠敬の性質で、前田敏家の娘、千代もいたが、千代は姉、豪姫の住む、隣の浮田屋敷に逃れた。しかし、これに激怒した忠だは、忠敬に、千代との利縁を命じ、反発した忠だを感動、拝着した。 彼女の死後、ただとが沖きを差し置いて、家督を相続、不満を抱いた沖きが、大阪の陣で豊臣側に組みする原因となった。この諸大名の祭祀を人質に取る作戦は、ガラシャの死の壮絶さに、石田方が驚き、天守に集めることを、むやみに拡大することはなかった。移説、編集一般には、上記の通り、卵は、キリシタンの戒律及び夫の命を守り、 自害することなく、詳細の手にかかって死亡したとされている。しかし、大田牛一の、関ヶ原五菓線増子放射文庫本では、彼女が、自ら胸を刺した、とあり、河村文庫本ではさらに、10歳の男児と8歳の女児を刺殺した後に自害した、とある。時爪狂気、慶長5年7月18日上にも、大阪にて、長岡越中守る女房中自害。 同息子12歳、同妹6歳ら、母切り殺し、刺し殺すなりと云々、とあり、卵の子供たちの犠牲について、当時噂になっていたことが伺える。また、次女らが全員脱出した、との点に関しても、慶長県文集には、ご来木並み子息2人、友の女3人違いとあり、詳細の他にも巡視者がいたとの噂は広がっていた、ようである。なお、 細川家の系図では、忠沖の12人のこのうち卵女性は、長男、忠孝、次男、沖明、長女、長、三男、忠だ三女、忠らの5人とされており、当時13歳だった忠に、さらに同母の手前がいたとは認められていない。ガーラ社の回収の様子は、当時日本に滞在中のイエズス会宣教師たちが、本国に報告していたが、 そのような文献を通じて伝わった情報をもとに、ガラシャの実話に近い内容のラテン語の儀曲、強き女。またの名を、単語王国の女王、グラツヤが制作されることになった。この儀曲は神聖ローマ皇后、エレオノーレ・マグダレーネの生命祝日の祝いとして、1698年7月31日に、ウィーンのイエズス会教育施設において、音楽付きの劇の形で上演された。 脚本は当時ハプスブルク家が進行していたイエズス会の校長をヨハンバプティスト・アドルフが書き音楽はヨハンベルンハルト・シュタウトが作曲したアドルフはこの戯曲の要約文書において物語の主人公は単語王国の女王グラツヤであると述べているさらに彼が執筆に際して直接の転居としたのはコルネリウス・ハザルト長 教会の歴史全世界に広まったカトリック信仰の読約本の第一部第十三章、日本の教会史単語の女王の回収と、キリスト信仰であったことをも明記している。戯曲では、グラツヤの死が殉教として描かれている。夫であるモーマイカツヤ万ナ君主の悪逆非道に、耐えながらも信仰を貫き、最後は命を賭として、暴君を改心させたという。 キリスト教信者に向けた教訓的な筋書きである。この戯曲は、オーストリアハプスブルク家の姫君たちに特に好まれたと、される、小説戯曲オペラ楽曲アニメ。ありがとうございます。